先ほど日銀の金融政策決定会合終わりまして、その中身、改暦金の規模も70兆円で据え置きと、まあ、政策金利等もすべて据え置きという形で、まあ、終了いたしました。まあ、三者西川総裁のその議論の経緯についての、まあ、記者会見があるわけですけれども、追加緩和見送りということで、先物からやや軟調、円がやや円高に触れるような、まあ、追加緩和期待、まあ、今回は見送られるという見方が濃厚であったものの、実際にまあそのようになったということで、やや上値の重たい展開に後場なりそうな感じでございます。また今晩はヨーロッパ EU 緊急首脳会議が開催される予定で、そこでフランスのオランド、ドイツのメルケル、これら EU の首脳がギリシャ問題に関しまして、まあ、議論をするのではないかと、新しいスキームを作るのではないかと、まあ、それはないかもしれませんということで、まあ、様子見気分が強い展開が基本的には、まあ、続くと、まあ、そういう中で元気なのが定位株価、定位の代表株、あるいは飛行関連、そんなところが東証一部にぎわっております。これが柱というようなもの、まあ、昨日までは22日開業の東京スカイツリー関連銘柄、こんなところが担っていたわけで、まあ、ございますが、まあ、つまみ食いといいますか、いろいろな業態のあるいはテーマのあるいは材料の定位株が活発に物色され、主力株が見送られる、そのような、まあ、展開になっております。今晩の EU の首脳会議、見守りたいと思います。